2023年パリーグの支給ランキングが一人だけおかしい件、こちらです。4位浅村、中村37個、3位外崎38個、2位柳田44個、1位近藤63個。そりゃ近藤だもんな。近藤の選球眼はガチ。近藤がボールだと言ったらボールなんだわ。この前の審判はひどすぎたな。未だに根に持ってるわ。 OPS は柳田1位で近藤2位か。シーズン最初は叩かれてたけど今は7億の男になってて草。しかも本塁打はキャリアハイで、出塁率も4割超えて1位だから、ハム時代よりいい気がするわ。日ハムを出る喜び。得点圏打率もバグってるし、仮にハムのままにいたらハムは A クラスにいただろうか。頓宮はこれから支給増えるだろうか。近藤のようなバッターはイライラさせられるだろうな。下柳みたいな短気なやつは絶対相手にしたらダメ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。